ビデオカメラのデータ復旧を行いました。東京都日野市のお客様からのご依頼です。対象のビデオカメラは、キャノン、アイビス、HF10。ビデオカメラが故障し、電源が入らなくなってしまった状況です。データ復旧処理を行い、4時間16分の動画データ、100% の復元に成功しました。また、テレビで見られるブルーレイに変換してお渡ししました。